雑魚どもが、このレオン様を倒そうなんて100年早いんだよ。鋼鉄より硬い俺の原骨を受けてみろ。龍拳の舞、うわっと、うおりゃ。グレンの炎を受けなさい。エクストリームファイヤー、ファー。それで、実は提案があるんだ。よかったら今度ゲームカフェに集まらないか？パーティー全員で？まあそうでなければ意味がない。うん、もちろん忙しければ構わないが、どうだろう、親睦を兼ねて。ああ、話していたら口がカレーになってきた。どうだい、よかったらこれから行かないかい？もし嫌いでなければ一杯付き合わないか？まあ一杯って言えばお酒だけど。え？未成年じゃないよね？ああ、こんにちは。早いね。一緒だ。ゲームカフェのメニューって決まっているから、その前に食事を済ませておこうと思って。いや、確かにモンスターは何も悪いことはしていない。彼らの土地に入って荒らしているのはこっちだ。でも困ったお嬢さんだ。これはそういうゲームなのに。あのさ、吉武さんに聞いたよ。モンスターがかわいそうなんだって。じゃあなぜゲームを始めた？なぜ避ける？それからどうしてキャラをチェンジした？もう俺たちと冒険するのは嫌になったのか？どうなんだ？なあ、その肩を抱かせてくれないかい？ああ、いや、変なことはしない。少し寒くなった。それだけ。それに、可愛いなと思った。ねえ、お願いだよ。でも、もし君が僕と一緒に冒険を続けたいと思ってくれるのなら、その戦ってくれないかな。少しずつでもいいから。きっと君には後悔はさせない。生意気なやつだが、お前が可愛くて仕方がない。早くパーティーに戻ってこい。お前がいないと火が消えたように寂しい。もう言わせるな。それから酢の物を食え。イライラするのは疲労が溜まっているせいだ。仕方がないですね。そうですね。やるしかないんですから、やってもらうしかない。特訓あるのみです。